ガブリエレ・ガランターラガブリエレ・ガランターラは、イタリアの反体制の風刺画家である、マルケ州のモンテルポーネで生まれた、マチェラータ地方の貴族の家柄であった。父親もアマチュア画家であったが、父親が1884年に、没した後、ボローニャ大学の理学部に入学した。ボローニャで、知識人サークルに入り、ジャーナリズムや、風刺画に情熱を持つようになり、 1886年に、娯楽週刊誌、イ c h ルスキューザにブリッツのペンネームで最初の作品を寄稿した。1887年に、ボローニャ美術院のワークショップに参加し、友人のポドレッカと自分たちの風刺画を掲載する定期雑誌、ボノニアリードットを創刊した。別の雑誌はララナにもギガを寄稿した。1891年5月に、 ボローニャで学生のデモをきっかけに、騒上が起きた後、ガランターラとポドレッカは先導の疑いで逮捕、起訴され、証拠不十分で釈放されたが、ボローニャ大学を退学させられた。1892年に二人は、ローマの新聞、イル・トーニオの編集長、バサーロに招かれた。11月に、社会主義的、無政府主義、共和主義的なエイリ雑誌、エル・アシノを創刊した。 刺し絵は様々な偽名でガランターラが描いた。この雑誌は多くの読者を得て、ロマーナ銀行破綻スキャンダルなど、多くの政治家のスキャンダルを求断する記事を載せた。1896年にイタリア社会党が帰還し、アバンティを創刊すると、定期的にガランターラは漫画を寄稿し、1898年に再び当局から起訴されると、国外で活動する道を選び、 ドイツでは、ラタロガの名前で、社会主義の新聞、デアバラ・ジェイコブに寄稿し、パリの雑誌、ラシエット・オブールなどに作品を載せた。1909年には、パリの風刺画家たちが主催した、サロンでヒュームリスッツやサロン D ・オトムナに出展した。1911年には、ポドレッカと政治的立場を異なるものになった。ポドレッカは、井戸戦争によって、 植民地主義に共感する立場となった。ガランターラは民族主義的野蛮主義に反対する立場の芸術家の一人となった。1916年にロンドンで展覧会を開き、パリの雑誌、エル・ヨーロッパ・アンティ・プラシアに寄稿した。第一次世界大戦後、エル・アシノは再刊されたが、ファシズムの台頭によって非難されることになり1926年12月に、 逮捕され、職業の禁止と5年間の禁錮刑の判決を受けたが、その後もマーク・オリリオなどの多くの雑誌に偽命令を掲載した。1937年にローマで没死した。ありがとうございます。